今回は JFL の第13節ビアティン三重対レイラック滋賀 FC の試合をご紹介いたします。試合は雨が降り続くラピタ桐蔭スタジアムです。内容はどちらもペースを 100% つかむことなく互角で進みました。三重も滋賀もチャンスを迎えるんですけれども、三重のチャンスは滋賀のゴールキーパー伊藤光輝選手のスーパーセーブがいくつかあって弾き出されます。そして滋賀のチャンスはなかなかシュートが枠を捉えないという展開。試合が動いたのは後半スタートからすぐでした。ヤン選手のコーナーキックからパーポストに入った篠原選手のヘディング決まって三重が先制します。しかしその後すぐ滋賀がコーナーキックの流れからこぼれ球、小松隼太選手が美しいミドルシュートを叩き込んで、これがレイラック滋賀 FC に同点ゴールをもたらします。そしてこのまま試合は終了。 J リーグ昇格を狙うチーム同士の対決は勝ち点1を分け合うという結果になりました。ハイライトはまた JFL や三重のチャンネルでご覧ください。こちらではレイラック側の特集ということで、菊池監督の記者会見の模様からどうぞ。今日もですね、我々を応援してくださる多くの、レイラックサポーターの方がたくさん来場していただいて、スタジアムの雰囲気を作ってくださったビアティの関係者の方々には本当に感謝したいと思います。試合の方はですね、最初先にセットプレーから後半の入りのところで食らってしまいましたけども、入りのところに関しては気をつけていたんですけども、精度の高いプレーで仕留められてしまったかなというところ、ただ選手たちはそこから崩れずに同点に追いついたところとか、あとは前に出る姿勢だったりゴールに向かうというところに関しては相手を回ることができたんじゃないかなというふうに思います。今までのゲームでいくと、先に取られて追いつけなくて2点目取られてという流れが多い中で、今日本当に気持ちの入ったゲームができたと思います。ただ、勝利に導けなかったところが少し残念な結果だったかなと思います。この地でですね、昨年度引き分けという結果からですね、本当に今日は絶対勝利したいというところから、また我々の目的目標というところがスタートしたという場所でしたので、なんとか勝利はしたかったですけど、まあ、相手あってのスポーツなので、しっかりとまた次のゲームに向けて準備したいと思います。1対1の引き分けになった原因や課題は、お互いに勝ち点3を取りたいゲーム、ホームアウェー関係なくですね、そういったところではやっぱりゴール前の精度っていうところで言ってしまうと一言なんですけども、まあ、そこに至る形作りだったりフィニッシュの持っていき方とかっていうところに関しては、まあ、ある程度できた部分もありますし、シュートを決めるっていうところに関してはまたここ数試合における課題が出たかなって思いますし、ネガティブには捉えてなくて、決定機というところに関しては数多く作れましたし、まあ、ゴール前でも人数多く、迫るシーンも出てきてますので、あともうちょっとというところかなというふうに思います。これまでよりも攻撃の迫力が増していたように思います。どういうことを強調して臨んだんでしょうか。まあ、特にこの何かこれっていうトレーニングはなくて、継続は力じゃないですけども、選手たちが本当にこの現実っていうところをこう受け止めてもらって、そこにこう前向きに真摯に取り組んだ結果が今日のプレーにつながったんじゃないかなというふうに思います。あとはまたこの力を次のゲームで、もっとパワーアップさせてですね、もっともっとこうパフォーマンスをもっともっとこう導けていかなければいけないのが私の仕事であるので、そういった意味では次のゲームでしっかりと勝ち切れるような準備をしていきたいなというふうに思います。次節の相手青森は大量ゴールで勝利をしていました。どんな印象を持っていますか。戦い方とすれば本当にこう、パワーがあってタフで、本当に運動量が多くて球際が強くてっていうシーンで粘り強くやってくる、プラスあとは巧みなそのセットプレーといいますか、多種多様なといいますか、そういったところではセットプレーというところの精度だったりアイデアだったり、そういったそのバリエーションだったりというところは気をつけたいなと思います。三重に数多くの滋賀サポーターが詰めかけていました。応援してくれた方に一言お願いします。はい、本当にアウェーの地ですけども、本当に多くの方に応援していただいてですね、本当最後の最後もラストのコーナーキックも、その前の危ないシーンでもですね、声援が本当に選手を後押ししてくださったのは間違いないので、そこには答えれなかったところに関しては本当に申し訳なく思います。なんとか次はホームゲームで勝利できるように頑張りたいと思いますので、引き続き我々を後押ししていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。
ありがとうございました。続いてはレイラック滋賀 FC、はい、同点ゴールを決めた小松隼太選手です。まずは同点ゴールの感想から。前半からシュートチャンス何本かあったんで4本目かな、まあ、うまくこぼれてきたボールに合わせられてよかったです。バウンドしてたん でとにかく枠に飛ばしたら何か起こるだろうなってことで特にどこを狙うとかはなく枠に飛ばそうって意識で打ちました。ゴールが入った瞬間の感想は、まあ、嬉しかったし、まあ、滋賀での初ゴールだったんで嬉しい気持ちありましたけど、まあ、もう1点勝ちに行くんだっていう方が強かったです。こぼれ球のような形からミドルを狙う場面チームとしても数多くありましたね。まあ、あれはセットプレーでしたけど試合の展開的に押し込めてないとああいうところにボールは転がってこないと思うんでそこはチームとしてあのゾーンまで相手を押し込めてる証拠だと思うので、まあ、ああいうゴールがこれから増えていけばいいし、まあ、もっとよく言えばクロスからのゴールっていうのを増やしていければいいなと思います。では次節に向けて一言お願いします。ここ2試合とそれ以前と比較すると勝ち点前回で言えば落としちゃったっていう印象の方が強いかもしれないですけど内容的にはすごい前進してると思うし、まあ、あと2試合で前期終わりますけどしっかりベースアップしてやっていけてると思うしサポーターの皆さんもそれ感じてくれてると思うんでそれを結果に結びつけたいです。今日のラピスタはかなりの雨でした。プレーの面で影響はありましたか。まあ、思ったほどやりにくさなかったのと僕去年いませんでしたけどここが去年最終戦どういうことが起こったのかっていうのはみんな新加入の選手も理解してるし、まあ、去年いた選手はなおさら強い思いを持って臨んだ試合だったと思うんで勝ち点1がじゃなくて3を取りたかったなっていうのが素直な思いです。滋賀サポーターがいるスタンドの前でゴールが決まったのは素晴らしかったですね。そうですね、まあ、初ゴールとりあえず取れたんでもう2つ3つと取れるように頑張りたいです。次節の青森戦どんなプレーをしてどんな風に勝ちたいか教えてください。今月勝ちが多分ないんでホームだし勝ち点3取ってるとこ見せて、まあ、サポーターの皆さん喜んでる顔を見たいし得点っていうとこにフォーカスして来週も練習してより多くの得点を見せたいなと思います。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは続きましてレイラック滋賀 FC スーパーセーブ連発ありがとうございます伊藤光輝選手です。まずは試合の感想から。やっぱまあここ最近勝ててない状況っていうのは続いてるので、まあ、ここの雨の中でも応援してくれてるサポーターの皆様には本当に申し訳ない気持ちがやっぱあって早く勝ち試合を見せたいみんなで喜びたいなって気持ちが率直にあります。この試合ではディフェンスラインに宮城正文選手が初先発。どのようなコミュニケーションを取りながら構築しましたか。まあ、宮君に関しては僕はまあ個人的に宮崎時代も一緒にやってますし、まあ、去年からまあ一緒にやってるんで、まあ、いつも通りのコミュニケーションで特にそんなになんか特別なことしたってよりかは、まあ、いつも通り練習からやってるような感じで、まあ、うまくゲームに入れたのかなと思います。その点は、はい、雨でゴールキーパーにとっては過酷な環境でしたね。プレーをされていてどうでしたか。そうですね、まあ、本当こういうピッチコンディションで、まあ、グラウンド状況もすごい良くなかったんで、まあ、本当何が起こるかわからない、お互いにそれはあったと思うんですけど、なんですかね、まあ、僕個人としてはキャッチング普段なら行くところをシンプルにってところはまあ意識してましたし、まあ、そこの点ははっきりできたのかなっていうふうには思います。まあ、そこは僕の持ち味ですし、まあ、やっぱこういうゲームをものにするためには、まああいうキーパーのプレーっていうのはすごい大事だと思いますし、まあ、そこで流れ持ってこれればよかったですけど、まあ、サッカーはそんな甘くないんで、まあ、でも僕はやり続けて、まあ、失点してしまったんでそこはもう一回、まあ、キーパー陣キーパーコーチと一緒に喋って、まあ、改善練習からしていければなと思います。来週の相手ラインメール青森は昨日セットプレーで2発ゴールを決めてみました。どんな印象ありますか。まあ、青森は去年
シーズンダブル唯一食らってるチームだと思うんで、まあ、そこに対する思いっていうのは僕個人としてもありますし、まあ、青森のゴールキーパーは後輩なので、まあ、そこも、まあ、絶対負けたくないって個人的な気持ちですけどありますし、まあ、今日セットプレーやられましたけど、まあ、そんなに僕ら自身としてもセットプレーの守備とかも強みではあると思うんで、まあ、またそこは修正しながら、まあ、本当に弾き返して次こそクリーンシートで終われればなと思います。最後にサポーターにメッセージお願いします。いつも応援ありがとうございます。まあ、本当に苦しい状況は続いてますけど、僕らは絶対下向かないですし、まあ、最終的に J リーグ昇格というところの目標は絶対ぶらさないので、まあ、これからも熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。伊藤選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ビアティン三重対レイラック滋賀 FC は1対1、両チームにとって痛い勝ち点1位でした。宮城正文選手のインタビューにつきましては、6月27日放送の FM お得にフットボールラウンジ、ラジオ番組独占の配信とさせていただきます。ぜひアプリケーションのリッスンラジオでお楽しみください。もちろんお得に地域の方はラジオ862でお願いします。そして次の動画ではビアティン三重のマセ監督の記者会見の模様をご紹介しますので、次の動画お待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。